軽井沢セブンズにやってきました。こんなに一人で全部やるのは初めてです。宣言外れみたいなね。行けるですね。行こう、攻めよう。うなだれるな。次は戦略性のある12番ホールです。ハンディキャップが4。なんだろうね、グリーン手前に池があるってことはわかるんですが、池ですね。グリーン手前の池が多分肝ですね。これより大きいですね、この池は。 A より大きいです。ピンが今日は右に来てるんで、セカンドが池越えになります。そこをうまくね攻略していきたいと思います。まずティーショットを左寄りに置くこと、それを意識します。上がっちゃうから、ずーっとこの道借りて以上になります。行こう、攻めよう。12番ホールのセカンド地点なんですが、攻めるか刻むか悩んだんですが、多分試合でここまで来なかったら刻みます。ですがちょっと180で狙えるポジションなんで、ここはちょっとね最初ダブも叩いてるんで攻めていきたいと思います。池は成功、バンカーにも入りませんでした。なのでてかすごいいい天気、台風の後とは思えないぐらいやばいね軽井沢。これはマジでうまく打てたいよ。フック入るかな、出だしスライス入りそうだけど、入れましょう。頑張って松山くんもねタッピングでカバーしてましたもんね。私もパターで頑張る。松山くんって言ったのが良かったかもしれないですね、これは。じゃあ次のホールに行きましょう。次、13番ホール390ヤード、止まります。390ヤード、パー4。多分これね、多分これちょっと左のバンカー越えていくといいんですけど、長いんで、一回右のぐらいを狙って、どうせあのツオン無理なんで、バンカーに入れないように。ラフなので、まあ、ユーティリティで行きたいと思います。うまく抜けました。微妙なアプローチが残りましたね。多分20、30ぐらいの微妙なアプローチは結構難しいんですけどね。今のラフの結構
力入りやすいんですけど、そこあえて右手の力を抜いてターゲットに肩を合わせて、あとはもう軽く振り抜くです。力入れると絶対ラフ出ないんで、そこがラフのポイントかなと思います。多分30ヤード全然あった、全然ありました。52ヤードあります。52を58で、しなきゃいけません。周りをね、なるべく山盛りにして、はい、ナイスナイス目土、ミスをカバーしたい。まだ大丈夫よ、まだボギーペースよ、うなだれるな。次はサービスな484のパー5になります。これ結構前ですね。パー取りたいと思います。また池があります。でこれ見えないんで結構入れる方多いかもしれないですね。198でしかもこの真ん中になってるんで、もっと手前から入ります。170とかかな、うん、ちょっと戦略性考えましょう。肩まで188か、ちょっとこれ分かんないな。170ぐらいは打っときたいですよね。まあ273あるんで170ぐらいのクラブでいきたいと思います。いくつで息入るかが分かんないけど、5番ウッドでいきます。あの旗が200なんで入んないと思って、ちょっと後で考えよう。どうだったか、ダフったから絶対入んない。ダフりました。3打目にかけたいと思います。169、よし、4ユーの出番です。さあ、しっかり打てたけどな。なんだろう、今のはボールは良かったですけどね、方向がちょっと開いてきましたかね、顔が上がって。これむずい、しっかり打たなきゃいけないし、ちょっとダメだな、微妙な距離感。どうだ、まあ、見ましたけど結構奥まで流れちゃいましたね。でもボギーだな。Thank you.
逆行った逆行った。こう来てこういった。打ちまった。ラボが止まらん。ああ集中集中しよう。前の前。一個パーを取ればいいんだ。あれ。あれは5番ウッドでフルで多分池に入んないんで、ドライバーが当たったら4に下げるかな。ちょっと池の攻略が大事かなと思います。次もちょっと短め3、4、5。ここはサービスホールですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。